はーい、どうも、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回もですね、PTB で遊んでいきましょう。マップはロトンと。そして今回は、PTB で変更のあったパークを使って遊んでいきたいと思います。まず1個目はこの今発動したスマチャク。で、効果は変わんないけど、疲労してる状態だと、着地硬直後の、なんだっけ、移動が速くなるやつが、あ、ミスった。ミスった。ごめん、音鳴らしていった。ここで隠密する。相手は間違いなく、やつでしょう。侍でしょう。鬼。マジで強えかんな、あいつ。で、もう一つがめちゃくちゃ強化されたのは血族で、自分が釣られてる時に、他の人が全部見えるんだって、お互いが。で、キラーも、ピンク色で表示されると。だからめちゃくちゃ強化になってると思う。お互いが見えるの強えかんな、マジで。スマチャクは実質弱体化だね。あ、間違いない。これ侍だ、今回も。ただ、これ、あれだな。まだ、溜まりきってないな。結構、1人目釣った後、強化して、走り回ってダウンを増やしていくっていうのが強いからな。今、つけてる人は血族なかったっぽい。俺が釣られたら血族が発動すると。あ、いや、ついてんのか、血族。全然見てなかった、今。血族ついてます。嘘つきました。あ、じゃ血族だ。お互いが見える。で、あの人が今、助けるって分かってるから、こうやって発電機を回せると。すげえ今、言い直してリカバリーしたけど。血族ついてないわって言葉編集でなんとかしよう。で、誰も見捨てはしないは、既存の効果が、基本的に強化されたと思ってくれればいいです。なので、誰も見捨てはしないは、見捨てられたパークというのは間違いないですね。使わねえかな。まず、通電してからしか効果が発動しないって。もうその時点でダメでしょ。単純に BP アップ機能だね。まあ、スマチャクがちょっと痛いかな、今までね。疲労した後も使えた、あそこのマップ、ローリーのマップ。ランプキンか。ランプキンレーンでのぐるぐるができなくなるじゃないかな、多分。卵追われてんのかな、同じ人が。こういうちょっとね、マップの真ん中にある回しづらそうな発電機から回していこう。体直すとこまで行ったけど、やったね、クロちゃん。今追われてるかどうか分かんないのに、誰か。あ、いや、大丈夫だ。あ、気持ちで負けちゃダメよ。でもまだあれだな、鬼のような形相で来ないな、コンボ振り回しに。このマップでもちょっと見づらいかも。草とかに隠れられたら。だから電波するおじ系と相性いいらしいね。芯を広げて。俺的にはあれなんだけどな、ノックアウトプラスずさんな肉屋とかでさ、排水量放置構成したらとんでもねえ強いキラーなんだろうなと思うんだけど。まあ、やっぱとりあえず排水放置、担いじゃうと、ゲージが減るから、なるべくそれをしないようにね。立ち回るのが多分強いんだろうな。どんどんあれだな、破滅トーテムがない分めちゃくちゃ回るの早いな。あれ、あの人ってさっき釣られてた人だっけ。血族ペンミンか。いや、破滅ってやっぱいいパークなんですね、生き残ってれば。でもいまだにスキル使わないのがちょっと怖いんだよな。そろそろ使っていいぞ。なんなら溜まってないのかな。あ、吸ってる吸ってる。今多分あれ足遅くなってんの。あ、これ誰も救助行ってねえな。俺行くか。一応回ってる発電機だけど行こう。あ、いや行ったな、フェミ。あ、フェミじゃない、クロちゃん。クロちゃんが行った。いいよいいよ。いや、近くにいないからあれ多分救助行けるぞ。クロちゃん行けんぞ多分。ジェイクが触ってたところとクロちゃんが触ってたところ、どっちが回ってるかな。とりあえずこう回りきる。あ、あれなんだ、あれこれ見えてんのってあれか。あれ今血族か。あれ炎光本じゃねえ、気のせい。俺オブセッションだしなこれ。なんであれなの、山岡家のパークでつけてんの、山岡凛のやつ。それあれやん。もうご先祖様が最近の若者のパーク作るのダメでしょ。絶対殺されるやんこの後。俺誰も見捨てはしない、持ってきたけど見捨てたいんだけどもう。でも来なくね？あっち側で一人見つかってんのかな。まさかの怨恨持ち。なんであれ使わないんだろう、山岡パワー。使い方が多分分かんないってことはないと思うんだけどね。ここまで使ってないの初めてかも。おかしいでしょ、始まった瞬間ペーンってなんのやめて。クロちゃんね、近づいてこないでほしい。俺怨恨なんだ。おーい、ふざけんなよマジで。これ死ぬやつやん。あ、いたね。終わりじゃんこれ。あー、死にたくない、死にたくない。くそスマチャクしか使ってないからいいけど、これもう終わりやんこれ。もうやめて。いや、ふざけんな。怨恨を使うんじゃねえ。なんなの、やるなら人思いにやれ。あー、え、バグってる。何してんの。早くしてもらっていいですか。目の前に前進してくるのがビョン。これさてはやり方分かってねえな。ああ、これやめろ、長押しですよ。あ、怒ってる。怒らんと言ってください。長押しですよ、長押しですよ。メメントモリは急に怒り出さないで。これいけるんじゃね、もしかして。あやべえ、ペンピンがやられてる。やめて、やめろ。あれ、これまさかここでやる気か。え、出るよ俺は出るよ。わかったもう。やるんかい結局。おい、ふざけんなよマジで。愉快なことしてくんじゃん怨恨で。まあさっきちょっとね、嫌な夢を見たんで、今回はうまいこと生き残っていきたいですね。ペールローズ遊んでいきましょう。あんなナンシーこっち見るんじゃねえ。ここはあそこでスマチャク使えるな。オッケー。おい、まさかまた山岡家のものか。殴られてるな。オッケー。殴られてオッケーなの。オッケーではないけど。あ、いいね、破滅ないね、素晴らしい。ケイト、ナンシーじゃなかった。ケイトからナンシー。違う、ナンシーからケイトに変わった。まあとりあえず頑張ってくれ。一番最初の人には基本的に山岡のたたり使わねえかな。あ、山岡のたたりじゃねえか。おじけじゃん。ここからあれ来るんじゃない、驚かせ要素。ね、急にキレっかんなやつマジで。急にキレてこっち来て、で一撃をばらまいていくっていう、めちゃくちゃ強いスタイルできそう。あ、これどう頑張っても回りきらねえだろ。あ、血族ついてんじゃん。あれイタチのもの。ここは負けない心が大事。お前見てんじゃねえぞ。あれでもなんか使わないな、山岡パワー。あれ、こんなとこに2枚開くのすごくね。危ない。刀で人切ったら死ぬだろ。はい、悪い。なんだこれ、不屈音量とかか。なんかやたら使わないな、怖いんだが逆に。頑張ってください。私は離れるんで、ね、元だった発電機を回しに行きたいと思います。怒り出したよ俺は。血出してないかんね。謎のさすま着使う。あ、だいぶ後退したね。なんだよ、ナンシーに取られた。この上に1個発電機あるできっと。あれ、どっから登っていいかよくわかんない。いや、俺はね、助けようと思ったんだ、やっぱりね、木村優衣。見せられねえかんな。別にそんな木村優好きじゃないんだけど。あれやめてもらっていいですか。私人畜無害なクローゼットモデルです。いやみんな結束つけてる。これきっと上蹴りに行くから、間違いなく上蹴りに行くから、ここで信用を広げてる分ボロータイムで逃げられると。その動き好き。ただ今治療できなかった。はいさよならバイバイ。ナイス。これで私は疲労を回復したいんで、ここでイモルあそこを回すか。今ならいけるぞ。何してんの。あ奪ったんだがこのナンシーが奪ったんだが、あっち行けもうあ触れねえ。これふざけんじゃねえぞ。お前ら山岡に全員やられろ。この2人してあっち行け。まあいいけどね、俺はダメージ受けないから。来たって。こいつ俺はスマチャクだじゃあなよしよしよし。ナンシーやられたぞ。よしよし。あいつ分かってねえな、俺がスマチャクだってことをよ。ケイトが絶望したとき一人でなんでこんな発電機回んないんだろう。あとなんだっけ名前、なんとか木村優衣が多分そこ回すから、俺はここ回そう。ナイス。まあケイトだな間違いなく。働いてるのケイトだけやんけ。何してんだ。中央で誰かはチェイスしてるけど、あれは木村優衣がやられたな。木村優衣かあれナンシーかわかんない、どっちか。さあこっち気づくかな。おじけついてるのあれだ木村優衣だ。また木村優衣やられた。血族の木村優やばい。やばいこっち見るなよ。走るマジ強えかんなあの状態。発電機なんかおちおち回してられないっすよ。戻れ戻れナンシーをやりに行け。じゃあここであなんだあれもう切れた早くない。おいナンシーが死んだぞ。助けに行ってやるか俺優しいからな。木村優衣がね次釣られたら終わりなんだよ多分。チリはないだろ。みんな血族ついてる。血集めてるわ。これ血集めてバレそうなのマジ嫌なんだ。もうなんでバレてないバレてないか。助けたろ助けたろ。これやばくないやばくないこれさぬるってこう移動すんのやばくない。おい来たぞ。じゃあ頑張ってもらうかナンシーには。じゃあなじゃあな板あるでそこきっと。ナンシーには頑張ってもらって発電機を回しましょうか。こっちがまだ板1枚あるからでそこをつけてこっち来てくれたら完璧。あーでもケイトそっちじゃないぞ。もうデボーじゃん。むさぼられる希望じゃん。マジかよむさぼられそう。いやこんなとこ回したくねえな。デボアホープあるってことはこれみんな来てくんないと多分結構きつい。あどっち行く。あてかそこもあったもんなあの上怖い。なのでここは恐れずに歩きますちゃんと。ほらないよそんなところに。もうデボはどこにある。あコンボで叩くんだ。あれ元からコンボだっけ。どこにあるんだろう、デボア。多分ここまで来ると結構ね、デボア守りしたいと思うんだよ。やっと貯めたから。ほらね、遊んでるから、こういうことになるんですよ。壁にスクラッチついてなかったのかな。デボアのホープ、どこにあんだなあ、教えてくれ、デボアホープ。ハッチ、ここ。よし。一番最初にハッチ確認できたのでかいよ。ここ大抵外周やで、トーテム。なんか次木村優やられそうな、なんか雰囲気的に。あのケイトなかなかうまいぞ。ここに1個あったってことはこっち側ねえか。さあ疲れたけど一撃には変わりなし。あとはこの下とか、この下にもトーテムが湧くけどないっぽいな。ないね。あれは木村優だね。木村優だけなんかフルネームで呼ぶの本当に本当に笑うわ。なくない？あった、あったけどこれ壊した瞬間俺が狙われることは間違いない。多分ケイトも探してて、発言客には触れてないと思うんだよ。はい、でここで走るやつがいる。やめて。よし、これ旋回なのかどうかわかんないけど、今普通に上行けたな。この状態で足速くならないだけまだいいか。あ、来たね。来たないけどスマチャク。さよなら。やばい、なんこいつマジ怖え、マジ怖え。どっか行っちゃった、マジ怖え。勘弁してくださいよねえ。で共通小屋にハッチな。オッケー。もうマジ怖え、もう本当に嫌。あ、大丈夫。ナイス、素晴らしい。じゃあここ開けに行きますか。いや、鳥間開けてこれ救助行こう。多分ケイト追われると思うんだけど、どっか言うと後ろからドッ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 とくるから、あ、これケイト追われんな。いやでもどうだ、ハッチの位置あっちだから、あっち側で追われたら間違いなくハッチを見つけることは不可能なんだよな、ほぼほぼ。来んなよ。こっち開けて肉壁になってあげられるかな。あれ無限に血貯められるぞ多分。一回壁になりに行くか。オッケー。やばい、ケイダ右な、俺左。オッケー。危ねえ。くそー、誰も見捨てはしない。意味あったのかないのか。いや、なかったな間違いなく。